皆さんこんにちは。こちら番外編でございます。チップさんと話してて、私がちょっと、リクエストした羊文句無双を見せただ見せてほしいというリクエストを今からどうぞ。やべえ、羊文句のこの、おー、すーげえ腰が入ってる。羊文句やばいっす。うおー、いいっすね、いいっすね、いいっすね。チップさんありがとうございます。ガンダムやばいな。だって衝撃波みたいなやつ出てるよ。最後蹴りもいけます。蹴りもいける。おお、すげえ。何今の回し蹴りしてる。かわいい。超かわいい。これはすごいぞ。羊文句、何かあの悪魔の羽みたいなものをふわーっと漂わせてますけど、あれなんすか。これはドラグウィングっていう結構高いやつ。結構高いアバターアイテム。アバターです。羊文句のこの無双愛らしさを兼ね備えたパワー、こんなん来たらもう勝てんで。すげえ。私こういう着ぐるみ系はワイルドフィニックス最強説をずっと自分の中では思ってたんですけど、やっぱりこの羊、下手したらワイルドフェニックスの上行ってますね。この体とセットで。この体にワイルドフェニックスっていうやつはできます。ちょっと倉庫に行けば。いや大丈夫、今日は羊をめでる回なんで。頭から新芽生えてるし。改めて皆さん、あのナックルをちょっと拡大してもらいます。あのナックルね、羊なんすよこれ。すごいな。え、超かっこいい。何これ。なんでこうやって戻すの。手を。ちょっと疲れてます。すげえ。かわいいですね。回し切りまで入ってるってのがすごい。これ分岐で最後決められるんですね。見た目重視で回し切り。見た目重視と、あと広範囲の攻撃なんで。分岐で回し切りか。他の分岐はなんか人気なのはなんか膝蹴りとか最後。あ、膝蹴りとかもあるんですか。回し蹴りじゃなくて。アッパータイプ。まさか最後こうやって最後アッパー決めるところなんですか。アッパーク。すげえ。はい、皆さんそうなので、ちょっとこれおまけ動画です。羊文句をめでるという動画でございました。次回こそ本当に問いに行きます。さよなら。皆様ご視聴ありがとうございました。マックス村井チャンネル、チャンネル登録がお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いろんな動画がありますので、ぜひとも楽しんでください。以上、北海道の吹き出し公園からお届けいたしました。さよなら。